はい、伊藤です。なぜですね、まあ、前回これ、まあ、100% 返金してツアーには招待すると、すなわち最安値でツアーも飛行機もチケットも取れるよということですね。で、なぜこんな魅力的なツアーを最安値で提供できるのかというとですね、まず1点は今会員数が世界にまあ日に日に増えているので正確な数字は把握できないんですが、約1000万人いると言われております。そのスケールメリットを生かして、いろんな旅行会社とパッケージ旅行会社ですね、パッケージいろんな現地の旅行会社とか代理店とかそういったところと提携してますので、スケールメリットを生かして、まあ、コストコのような感じでですね、大量仕入れを起こして、豪華な旅行を最安値で提供している。それと、まあ、既存の旅行会社っていうのは、まあ、こういう販売店ですね、販売店をいろんなところに作って、そこに働く従業員を確保して、家賃ですね、あと従業員の方の給料、それとこの莫大な広告宣伝費、まあ、新聞広告とかパンフレットとかチラシとか、まあ、インターネット広告、まあ、芸能人を使ったテレビコマーシャルなんて書いてありますが、そういった広告宣伝費、家賃、人件費、仕入れてきた旅行にパッケージ旅行 に対してそれらを乗せて、提供していると。まあ、それでも今インターネットがありますので、1円でも安いところをみんな価格競争が激しくなってますので、まあ、かなり苦しい状態だと思いますけど、で、一方ワールドベンチャーズはですね、そういった広告宣伝費はゼロ、まあ、最小限に、抑えてます。で、従業員も、まあ、本社でいうところだと、まあ、400、500人ですね。JTB さんだと約2万人ぐらいの従業員が働いていると言われてますが、ワールドベンチャーズに関しては本社に限っていうところ言えば 4,500 人が、働いております。まあ、最小の人数で、動いていると。で、予約もオンラインのみ、さっき、他の動画でも紹介してますアプリとインターネットのドリームトリップス .com ですね、そこのみからのブーキングで成り立ってますので。そしてここですね、気に入ったら宣伝してくださいと、もしあなたがこの旅行クラブを気に入ったら、ぜひ宣伝してくださいねと。そしてそこからの会員さんが、登録者が増える場合にはあなたに全て報酬を支払いしますと言っております。こんな仕組みだと思ってもらえると分かりやすいかなと思います。あなたが旅行を楽しむ、食事を楽しむ、そして気に入ったらこのブルーフラッグを、まあ、ブルーフラッグ別に広げなくてもいいんですけど、大切な友達に教えてあげると。で、友達も気に入ってメンバーになる。そうすると会社の売り上げが上がりますので、それを紹介者に報酬として出しますね。で、まあ、ツアーをどんどん増やしていったり、ツアーの内容をよりいいものにですね、より楽しんでもらうような形で、サービスを拡大充実、させております。で、まあ、その一部にですね、このワールドベンチャーズファウンデーションという活動があるんですが、これは、まあ、アフリカとかですね、まあ、アジアの発展途上のそういったところに支援する基金ですね。これも充実して、活動しております。まあ、ツアーのサイトから見るとですね、事前事業のパッケージツアーなんかも出てまして、それには自分の持っているポイントは使えないんですが、いろんなところに行って、まあ、例えばこのペットボトルを利用して、学校を作ったりですね、そういったツアーも多く開催されておりますので、そういったところに参加したい人はぜひ参加をしてみてください。で、この魅力的な旅行クラブに、まあ、ワールドベンチャーズの会員になるには必ず誰かの紹介がいると
誰かの ID がいりますよ、そしてどの国の人を紹介していただいても結構ですよ、すべて、プログラムでコンピューター上で管理されますので、そこから会員が増えていくたびに報酬が入ってくる仕組みになっております。ここからはですね、会員費とか、どういった形で報酬をいただけるのかという、まあ再三言ってるですね、ここが大きな継続的な権利収入になるというところなんですけど、お金の話になってきますので、理解するまでですね、できるまでですね、何度もこの動画をご覧ください。まず会費、入会金がまず最初に380ドルいります。まあ1ドル110円だったりとかレートが変わりますので、まあ、ドルで説明をさせていただきたいと思いますが、380ドルですね、1回きりです。で、すぐに使える380ポイントでいただけます。まあ積み立てをしていると思っていただいてもいいかなと思います。で、月会費が100ドル、で、これも入会したその日ですね、その日から、1年後に、1200ポイントまあ、全て積み立ててくれてて、まとめて1200ポイントとして、サイトに反映されます。で、ポイントに限っては、全て1年間の有効期限がありますので、ポイントがもし溜まった方はすぐ、使って旅行に、行っていただきたいなということになるかと思います。で、それとは別にシステム利用料ですね、これが入会金1回きりの380ドルに対して100ドルかかります。で、月会費の100ドルプラス25ドルですね、これがシステム利用料です、はい、すなわち初回の参加費がこれらを合計して605ドルとなります。で、ここからがこの会社のユニークなところなんですが、まあ宣伝を極力抑えてますので、宣伝してくれた人にはですね、さまざまな報酬とかメリットが発生してきます。で、まあ、私はまあ数十人に紹介させていただいておりますので、すでに報酬が発生してるんですが、まずですね、あなたから紹介者が4人、1、2、3、4人出た場合には、月会費は、ありがとうございましたということで免除されます。なんで、まあこの時点で25ドルは必要になりますが、まあこの時点でかなり、ありがたいなという状況になってくるかなと思います。で、4人紹介してもしてもというか、まあ月会費がかからない状況なんですが、ポイントはまた1年後にくれます、はい、で、このフライカードって書いてありますが、これは後でちょっと説明をします。他の動画になるかと思いますけど、はい、で、1人紹介者が出るたんびに、先ほどの4人ですね、これ5人目っていう意味じゃないです。1人目紹介者が出て、そうすると200ポイントいただけます。1ポイント1ドル、まあ、約200ドルなんで、2万円ぐらいですねのポイントと、プラスキャッシュで50ドル、これは月、これは現金で、まあ、現金というか、後でちょっと説明しますが、インターネット上の e ウォレットというサイトに会社が振り込んでいただくれますので、そこで管理を、してくれてます。で、すなわち 1,2,3,4 人、紹介者が出ると、それぞれに200ポイントと50ドルをいただけると、かなり大きいですね。で、これは、まあ、ここからはですね、ちょっといろんなですね、報酬の仕組みになってきまして、まあ、分かってしまうと難しいことではないんですが、分かるまでに、時間かかるかなと思いますので、ちょっと端折ります。他の動画で、また別で、ワールドベンチャーズのコミッション、報酬の仕組みっていうことで動画を撮りたいと思ってますので、そちらをぜひ、まあぜひというか、内容を理解したい人は見てください。難しいなと思う人はもう見なくてもいいかなと思います。
ここでですね、ここの数字、15ってありますが、15人会員がいて、右に15人、まあこれバイナリーっていうそういう仕組みなんですが、合計30人、あなたからの紹介者の紹介者の合計がですね、30人になった場合の会社が発表している月の平均的な収入、570ドル、でまあ約日本円で6万4000円だよと。でこれはあなたが30人紹介してくださいねっていう意味ではありません。4人紹介者が出てて、例えばその4人の方も月会費の100ドルを免除したい、もしくはこの旅行会社を伝えたいっていう気持ちでですね、紹介者が出ますので、4人が4人紹介するともう16人になります。そうすると、まあ、4人が4人、そうするとまた30人以上になりますので、そうするとあなたは6万4000の平均的な月収になりますよと言ってます。でその数が増えていくとですね、タイトルと呼んでますが SR、ディレクター、マーケットディレクター、リージョナルマーケットディレクター、ナショナルマーケットディレクターですね、インターナショナルマーケットディレクター、こういうふうにタイトルが上がってきまして、まあ、IMD だとですね、月に530万円ぐらいの収入になります。現在、日本でまだオープンしてないですが、まあ、我々は香港登録ということで、登録してまして、2名の方が、このランクに達成、このランクに、到達してますね。はい、まあ、今後増えていくと思います。この間の人かなりいますので。で先ほど言いました管理画面というのはこんな感じですね。今リニューアルかけてますので、もっと見やすくなるのかなとは思いますが、まあ、いろんなタイトルを勝手に計算してくれて、あなたは今月300ドル振り込まれましたよと。で、自分からの紹介者の紹介者の人数の増加率がですね、こういう形で出てきますね。で、これがワールドベンチャーズの e ウォレット、ここにドルで、振り込まれますので、もしその現金を引き出したい場合は、このデビットカードを注文してください。そうすると手元に届きますので、ATM でですね、全世界の ATM、まあ、もちろん日本の ATM でも、日本で下ろすと日本円で出てきますし、海外で下ろすと海外のお金で、出てきます。まあ今回の動画は、仕組みとですね、なぜこんなに安く提供できるのかというところと、まあ、報酬の魅力について、説明をさせていただきました。次回はですね、ここからがもっとすごい進化するワールドベンチャーズということで、これ2005年からずっと2016年まで、まあ、今後の展開をですね、少し話をさせていただきたいなと思っております。今回はどうも、ご視聴いただきありがとうございました。